今夜もう一本の映画、生真面目楽隊のぼんやり戦争でございます。これも3月26日からロードショーが始まってます、はい、変わった題でございます。そうですね、すごい変わった映画でございますどんな内容なのか、アシスタントの大輔さんにまたプレスを読んでもらいましょう。はい、生真面目楽隊のぼんやり戦争。架空の時代、架空の場所に存在するとある町。その町は向かいの町と長年戦争を繰り広げていた。しかし住人は誰一人として向かいの町のことを知らない。それどころかなぜ戦争をしているのかさえよく分かっていないのだ。ただ長年の慣習として日々戦争を繰り広げている。戦争の時間は決まって朝9時から夕方5時まで。露木は何の疑問も抱くことなく真面目にその戦争に参加していた。しかしある日突然音楽隊への人事異動を命じられる。仕方なく家に眠っていたトランペットを取り出した露木だが途方に暮れる日々。そんな頃向こう岸から偶然聞こえてきた音楽が露木の心をつかんだ。一方向こう岸から新しい兵器がやってくるという噂が流れて、ということでございますけれども、はい、このどこか懐かしい架空の時代、うん、なんか大正から昭和の頃かなみたいな、はいはいはい、ちょっと昔っぽい感じですね、はい、で架空の町というのは、はい、なんとなく朝鮮半島の川を挟んでありますでしょ、はいはい、なんかあんな感じなんですけれども、うん、こちら側の住人は向こう側の住人のことをすごい気になっているという、はい、そういう前提でございます、はいはいはい、そしてこの映画はね、同調は現代の悩みの種。いや、なんかそう言われるとって思うところが結構ありますよね。でなぜ多くの人は同調することを選ぶのかと、はい、これがキャッチコピーだと思うんですけれども、はい、で面白おかしくこれね作り上げているんですよ、はい、でもなんかよく考えてみるとすっごく鋭い風刺が効いてそうな感じがしますね。全くその通りなんですで後でお話ししますけど面白いだけじゃないんですよ、はい、うん、まずですね、兵隊の露木さんは朝起床ラッパみたいなのが鳴るので起きました、はいはいはい、うん、で身支度をして第一基地に行きます、はいはい、で受付を終えて制服に着替えて準備体操をします、はい、そしたら夏目町長が、はい、これ石橋蓮司さんがなさってるんですけど、はいはいはい、こういうこと言うんですよ。今日は向こう岸から脅威が迫っています。どんな脅威か忘れましたが皆さん頑張りましょう。やっぱなんかこう忘れたじゃ済まないでしょうって言いたくなりますけどね。何ですかっていうか、これが朝の9時でございます、はい、で9時のサイレンが鳴ったら銃を構えて、ね、川のほとりに行って向こう岸へ打ち方始めます。バン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 打ちまくります、はい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 、でお昼になったら近くの定食屋に行きます。そうで定食屋のおばさんがいるんですけれども、片桐はいりさんがなさってますけど、はいはいはい、このおばさんが、私のね息子は川上の方のうんうん、兵隊ですごい頑張ってるんだよって言うんですよ、はあはあ、で僕もそうなりたいと思いますって言ったら、あんたは見込みがあるねって言ってご飯を倍で入れてくれたりとか、そんなシーンもありますけれども、うん、それでお昼終わりました。それでまた、5時まで打ちまくって、はい、就業時になったら打ち方やめです、はい、で家路に着くんですけども、はい、そんな日々の中ですね、うん、露木さんに急に楽隊に行くように命令が下るんです、はいはいはい、うん、でもう命令だからいきなり自分は何も、ね、楽器もできないけど楽隊のところに行こうとするんですけど、楽隊の入り口がなかなか分かんない、はいはいはい、これってだから争ってると音楽とかそういうものは見えづらいっていう意味なのかなと思って見てました。なるほどなるほど。で細いところ入っていって、はいはい、楽隊の仲間になります。でその頃ですね、新しい軍隊とそれから新しい兵器がこの町に来るという噂とともにですね、はい、最後怖いんですよ。うん、最後ね、リアルなラストシーンなんですけど、もう本当に怖いですから、架空の世界とは思えないような出来事が起こるエンディングが
生真面目学隊のぼんやり戦争でございます。もうなんかこれちょっと心えぐられてしまいましたけどね、皆様ご覧になってどう思われるでしょうか。ぜひご覧くださいます、はい。